今日から始まった浜中会津秋の菓子祭り。このイベントは新型コロナの感染拡大や物価高騰の影響を受けている業界を盛り上げようと、県菓子工業組合が初めて開催しました。期間中は県内全域の43店舗から集まった103種類の和洋菓子が販売されています。また会場内では季節のスイーツなどを楽しめるほか、日替わりで職人たちの菓子作りの実演も行われるということです。今日はこちらのお抹茶と2つのスイーツが楽しめるということで、栗きんとんをいただきたいと思います。うん、栗の甘さが口いっぱいに広がり、とっても美味しいです。このイベントはあさってまで開催される予定です。